はい、シロックマンです。セガサターンのメタルブラックやってみたいと思います。はい。これ、セガサターン版やるの多分、初めてじゃないかなと思いますけど、今までやってたのは、アーケード版とかでやってましたよね。確か、タイトーメモリーズで最初やって、2回目の時は、確か、イーグレット2ミニでやったような気がしますけど、違ったっけな。4機。はい、セガサターン版は初めてだと思います。これレアですもんね、めっちゃ。はい。はい、これですね。なんかメタルブラックって、まあ対等ですけどね、なんていうのかな、やっぱちょっとダライアスっぽいところあるんですよね、システム的に。なんかちょっと酷似してるとこ、あ、もうやられちゃった、いきなり。ちょっと、なんていうのかね、ダライアスシリーズだと思うところがちょっとあったりするんですけどね。これ、クレジット回数あるんかな？クレジットがなくなったら終わりにしたいと思いますけど。これ、リコボムですね。ああ、やられた。これメタルブラック今回ね、プレイさせてもらいますけど、過去のアーケード版プレイしたメタルブラックの動画をね、まとめ動画として、もう、またね、いつもやってたようにやることはないと思います。今後は。もうね、今後はもう動画編集できなくなってきたんで、僕が今使ってる PC ね、動画編集できなくなっちゃったんで、もう動画編集これからできないんで、まあできなくていいんですけど、動画編集ってね、PC のね、にかなり負担かかって、ハードディスクにかなり負担かかるんでね、あんまり良くないんですよ、動画編集するのって。だから今までね、やりすぎて PC 壊れたりしたんで、PC の寿命が短かったのは動画編集のしすぎだったんで、これから動画編集もしないって決めたんで、しないというかもうできないですけど、動画編集アプリのないから、ないというかできないから。今の PC はね、僕が今まで使ってた動画編集アプリ使えなくなっちゃったんで、はい。仕様が違うってことで使えないんで、結局動画編集できないんですけど、だからこれからはもう一発撮り見編集で動画投稿していきますんで、だからもうまとめ動画とか作ったりしませんから、もう撮り下ろし動画と、あと過去のもう作った動画を再編集するぐらいになってくると思います。まとめ動画としてはもう動画編集して作るってことは今後はもうないっていうことになりますんで、ないっていうかしませんので、はい。時間ももったいないし、PC に負担かけますし、だからこのメタルブラックのね、過去のね、アーケード版の動画とこの動画くっつけて編集するっていうことはね、昔よくやってたんですけど、そういうことね、もう今後やりませんので、皆さんよろしくお願いします。そういうのがうざいって思ってた人もいるみたいなんで、そういう人にとってはいいかと思います。はい、本当に撮り下ろしの動画と過去の動画を、まだ投稿してない動画を投稿するぐらいになってくると思います、今後はね。はい、だからシリーズまとめ動画とかはね、今後はもう作りませんので、一切もうやめます。やめるというかもうできないんですけど、まあできたとしてもやらないです、もう今後は。もうハードディスクにね、負担かけるんで、その動画編集自体が、もうなるべく動画編集しないで動画投稿するって形で、PC のハードディスクのためにやると、そういうふうにやっていくという感じにしたいと思ってます、皆さん。はい。だからもう不必要に無駄な動画編集はしないってことですね。できないんですけど、もうしないというふうにしていきます。だから、同じゲームを長時間プレイした場合は、動画をつなげることができないんで、それはもう2つに分けて動画投稿するしかないんですよ、そういう場合は。はい、そういうこともあると思うんですけどね、長いプレイのゲームになった場合はね、ロープレとかは、
長時間になってくるとそれ動画つなげて編集してたんですけど、それもできなくなるんで、その場合はもう2つに分けて投稿するってことになります。もう一切動画編集自体できないんで、今後は。まあ動画編集アプリをねダウンロードすればいい話なんですけど、その今の PC にあったやつをね。でももう動画編集しない方がいいっていうのが分かったんで、最近になってね、あんまり動画編集してるとパソコンのハードディスクに負担かかれて重たくなって熱くなってねなるんで、それが負担かかるんで、もうなるべくしない方がいいって思ったというか、最近やっと気づいたんで、もうやらないことにします。はい、一発撮り未編集で投稿していきますんで、よろしくお願いします。ちょっとめっちゃ強いなこいつ、なんか知らんけど、えらい長丁場やな。もう今までだったらこのメタルブラックのセガサタン版プレイしたんなら、アーケード版の動画もくっつけて再投稿とかしてたんですけど、もうそういうことは今後やめるってことですから。はい、シリーズのねまとめ動画ってして、それでも喜んでくれる人もいたんですけどね、でもほとんどの人がうざいと思ってて、結局そんな再生回数伸びませんからね、再投稿したものってね。あ、これあれゲームオーバーになってたんや。これどうやってコンティニューすんの、これあれどうやってコンティニューすんの、スタートとか押しても、え、ちょっと待って、あとあれコンティニューできなかったけど、あれこれ最初からちゃうの、あーいいんか、2面か、コンティニューできてたんか。これちょっと2回しかなかったね、今見たら、ワンコンで見たら。これ2人同時プレイすればできるんやったね。2コンがクレジット5回になってて、これクレジット2回になったワンコンが。いや今後ね動画編集しないってなれば、僕のね自分の時間もだいぶ持てるようになるんで、よかったです。今まではね YouTube のとかねニコニコ動画の動画編集しすぎて自分の時間がなかなか持てなかった、好きなもの見たりね好きなことする時間が少なかった感じがするんです。動画編集ばっかりやってて時間がなかったというか、仕事以外にね。で自分の時間がだいぶ持てるようになるから、それは嬉しいしいいなと思いますし、映画鑑賞とかもする時間なかったんですよね。動画編集ばっかりのこと考えてて、もう今後動画編集なしでやっていきますんで、もう一発撮り 未編集でいきますんで、もう未編集だからもう削ったりすることもできないってことですよ。なんか変な発言したりね、ちょっとまずいこと、まずいところを撮ったとしても未編集だから、撮ったら撮ったで、あのそこを削ることもできないと、一発撮りなんで。だからまああんまり変な発言もできないですし、あの変な見せたいけないものを見せたりもできないんで、そういう場合はもう投稿できなくなるってことですね。見せちゃいけない場面を間違えて誤って撮っちゃった場合は、あの編集で削ることができないんで、あのもうありのままに、だからここはね動画を撮る感じになります。ありのまま撮ったまま、そのまま未編集でね投稿することになるんでね、なるべく変なとこと発言したりと、なんかね見せちゃいけないなんかエロいシーンとかね、そういうのは撮れないってことですね。はい、あエロゲームはあんまりできないってことですね。エロゲームやるとモザイクかけたりなんかそういう編集が必要になってくるんで、あんまりできないですね今後は、エロゲームはね。YouTube は特に詳しく厳しいので、そこはねエロゲームもちょっと厳しいと思うんでね、あんまりエロいゲームはできないですよ。はい、一発撮り未編集で今後やっていきます。でももうまとめ動画も作りません。シリーズまとめ動画とかね、2回分プレイまとめとかそういうのももう作りませんので、一切。昔の感じでいけば、このゲームをプレイした後にアーケード版のねメタルブラック2回分とこのゲームで3回分まとめとかって作ってたと思うんですけども、そういうのもやりませんので、もう無駄ですもん今考えたら。意味ないですから、変な僕のこだわりだけでね
まあ、そういうのを喜んで見てくれた人もいましたけどね、過去の僕と最近の僕の動画をつなげてね、それを喜んで見てくれてる人もいましたけどね、一部の人だけなんでね、うざいと思ってる人の方が多かったと思いますからね。うわ、3回目ですからね、これね、3回目のプレイになりますけど、まとめ動画一切作れませんから。で、1回投稿した同じ動画を二度と投稿しないというね、感じでやっていきます。意味ないですからね、同じ動画何回も投稿したっていうのは。1回投稿した動画は投稿しない感じで、アップロードするのもあれですから、特に長時間の動画とかになってきたら負担かかるんで、ハードディスクに PC のアップロードも結構重くなるんですよ、熱くなるし。アップロードもなるべく避けたいってことはないけど、まあ、YouTuber である限りアップロード、動画のアップロードは避けられないですけど、なるべく同じ動画はもうね、アップロードしないというふうに同じ動画をアップロードしないで、動画編集もなるべくしないように、なるべくというかもうしないと、うん。あ、クレジットなくなったんちゃう、これ。あ、ゲームオーバーですね。はい、クレジットなくなったら終わりなんで、はい、終わります、これで。はい、ご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録、ニコニコ動画のチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。これマンボウが出てくるところがダライアスっぽいですよね、やっぱりね。うん、はい。